クラブコミュニケーターの富田慎吾です。未来の森プロジェクトの植樹式で東松島市に今日来ました。雪が降ってて本当に寒かったんですけど、子供たちと一緒に植樹できて楽しかったです。今後、コミュニケーターとして、ベガルタ仙台をもっと、知っていただくために活動していくことと、僕自身もいろいろチャレンジしたいなと思っていますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。